ほうれん草って書いてあったものにバーッとブルトイが入ってるの。そこにほうれん草だ。え、元気なかったの、シェリーちゃん。難しいけどさ、違う、あれもんちゃんどこにいるの、違うもんにいない、もんちゃん違う方のチャンネルにいない、もんちゃん、もんちゃん酔っ払ってるね、違う方のチャンネルにいない、もしかして一人だけ、もんちゃん多分ね一人張ってるよ、もんちゃん多分、もんちゃん違う方のチャンネル一人でいるんじゃない、今も張ったよ、もんちゃん、ほらもんちゃん張ったよ、これ違う方のチャンネルにいるんだと思うよ、もんちゃん、ありがとうございます、多分サブチャンネルの方に持っちゃうんだよ、こっち来て、みんながいる方に行きましょう、はい、てか私はいつもシンクっていうか、うん、腹立つって一番超えちゃうもんな、そう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 、だから次やってきてね、うん、うん、でもさ、口井さんって優しいよね、基本は自分でそうありたいと思ってます、ちょっとおしっこしてきていい、うん、ごめんなさい、ちょっと見れる、もんちゃん今、ちょっと見れないの、見れないのか、誰か上がれる人いますか、誰か上がってくれてますか、ココ、うん、ちゃんはどうしたんだろう、ココちゃん、ココちゃん、なんかあったのかな、スギちゃん上がってくれる、佐藤さんとか、いた、トイレ行きたいんですよ、おしっこ、行ってきて、楽ちん行ってきて、あ、チャット読める人もいない、あ、そっか、私が読めないからごめんなさい、あ、ココちゃん来たよ、上がってよ、うん、千秋ちゃんとか、千秋ちゃん今日来ないね、中断もこの喋り方なんですかってらしいんですよ、本人曰くは、うん、でも旦那さん曰くは何かあることってんだって言ってましたよね、うん、いやいや、もうそんな過ぎたことは、過ぎたことはいいんですよ、カネさん、過ぎたことはいいの、もう、いやいや、いいの、ストップシークレットですから冷たいですよ、旦那さん、うん、いないの、夫婦が元気は男でもあるもんね、楽ちんさん、そうですね、夫婦がやったんですか、やってない、今日も旦那と電話で喋ったよ、うん、うん、出張行ってるから、うん、うん、普通に仲良く、じゃあね、おやすみ、あまりない、もう一回ちょっと貼るね、うん、貼れないの、あ、チェキちゃんだ、チェキちゃん、なんかさ、うん、楽ちんさんのさ、はい、あ、うとうとしててもさ、楽ちんさんのライブだけは見ちゃうんだよね、うそ、嬉しいな、うん、あ、雷鳴ってる、うん、雷鳴ってきましたよ、うん、急に寒くなってきたな、ちょ、おしっこしてきて、おしっこしてねえか、うん、おしっこしてきて、楽ちんさん、あ、チェキさん、あ、誰か上がってきてくれた、こっちが、ちょっと待って、くるくるくる、あ、ココちゃんだ、ココちゃん、ココちゃん来たよ、ココちゃん、こんばんは、ココちゃん、こんばんは、はい、お話ししてください、ココちゃん、はい、元気、はい、元気です、ココちゃん、こんばんは、ココちゃん、チェキちゃん、こんばんは、いつもありがとうございます、いえいえ、ココちゃん、うん、大丈夫？